と、あの解説を加えていただいて、これ最初はあの出だしなので、あの、この後からですね、この祈りというビデオを短く圧縮した。で、まあ、打ち上げですね、2003年5月9日、打ち上げは非常にあの順調で、あの打ち上げた後ですね、あの軌道の修正の必要なく、そのままあの4エンジンを吹かすあのフェーズに入っていきます。これ先ほどですね。で、まあ、4エンジン。これも先ほどと同じ。最初はですね、全く予定通りです。で、あのその後地球に戻ってくる地球スイング前もですね、これも非常にうまくいってですね、あのスイング前の後の軌道修正もなくて済んだんですね。だいたい誤差が 1km ぐらいの誤差で、あの地球のすぐ脇を通過してきました。はい、でその後はですね、しばらくは、宇宙空間をずっと飛んでいて、で、まあ、トータル2年4ヶ月後ですね、この小惑星に到着。で到着するときもですね、基本的にはうまくいってますね。あの、小惑星をカメラで見ながら、あのハヤブサの位置を計算をしてですね、このこれですね、で相手は非常に小さいですけれど、あのカメラで捉えちゃえばですね、あとはそれに向かって進んでいくということになります。まあ、これどうか、これ CG ですけどね、どうかので。であとはあの先ほどの画像のように、あのまずはこの糸川をですね、非常に、詳しくですね、あのまず調べるということになります。でここもうまくいきました。これはいろんな装置を使ってですね、表面の様子を調べて、でこれが1回目のリハーサルですね。でこの1回目でうまくいかなかったですね。で2回目、3回目と繰り返して、リハーサルをして、で途中これを切り離したんですが、残念ながら飛んでてしまったというわけです。で立ち直り1回目、これがあの全く想定外のことが起こってしまって、まあ、ターゲットマーカーを下ろしたんですが、このようにですね、表面で1回バウンドしてしまってですね、であのこの後不時着しちゃうんですね。ただあの探査機そのものはですね、この時には特に大きな障害を受けてなくて、地上からの命令を出すことによってですね、あの探査機を離陸させることができます。ただしばらくですね、30分ぐらい表面に着陸したままになってしまうんですね。で、まあ、これは離陸します。で、一応探査機特に問題なかったので、あの2回目の着陸をですね、試みるわけですね。2回目のタッチダウンです。でこれはもうまさに予定通りだったんですね。ただ唯一の弾丸の打ち出しに失敗します。これは予定通りですね、表面に触ってサッと上がるということに成功はするんですが、後から分かったんですけれども、この触った瞬間にですね、この弾丸を打ち出してなかったんですね。これがちょっと残念です。はい、で実はこの後が大変で、あの燃料漏れが起こってしまって、このように姿勢がですね、もう乱れてしまって、結局通信もですね、途絶えてしまう。7週間ぐらいですね、通信ができなくなってしまって、ただ一応通信